どうもこんにちはルワーチャンネルルワちゃんです。今シーズン小味めっちゃ湧いてませんか <laughs> おそらくねどこの釣り場に行っても1 5 6センチから2 0センチぐらいすごい湧いてると思うんですけどまあ20ぐらいになるとねもう引きが楽しめると思うんですけど、まあ、まあちっちゃいやつは本当にちっちゃいですよね。やっぱねあのー、海水温の影響ですよね。 うん、近年やっぱ海水温高くて特にね今シーズンなんて海水温がめちゃくちゃ高いわけで,で海水温が高いとやっぱねあのプランクトンがそれなりにブワッと湧くのでで沿岸にそのプランクトンが湧くことによってまあ小鉢とかねそういったちっちゃな魚ですねプランクトンを餌とするそういう魚がこう入ってきてまあ湧いているんじゃないかとまあそれに釣られてね青物であったりとか例えば底物のマゴチヒラメであったりとかも結構釣れてると思うんですけど まあそういった影響で、まあ、なかなかね、厳しい状況が続いている、はい、感じです、えー。今回は何をするかといえば、アジングアイテムですね。もう本当にこの商品は待ちに待ったアジング商品を紹介したいと思います。それは何かといえばこれ。今回ね、釣り道具屋さん行って見てきたんですけど、フリーリーのスリムジグヘッドケース専用の まあ、ウェイトシールですね。これ、本当に欲しかった。えー、こんなものって思われる方いるかもしれません。これね、アジングやられている方なら、もう誰しもが絶対感じることである、あのね、グラム数が把握している時はいいんですよ。把握できない時もあって、その時に、例えばこうね、何グラムやったやろうなと、夜の暗い時にこに見にくかったりするわけですよ、こう。これなんてかろうじて。 見えるくらいでまあ熟ンも使っていけば使うほど、まあ、見にくくなったりとかこうねテトラでボコボコになってしまってもうグラム数さえ分からなくなってしまったものとかね、まあ、そういったものもあるんですが何グラム使おうかなってこれ,だこれじゃわからないですよね。でいろいろ僕も試してきたんですよ。そののこここにねあのこう ジグタンのこの紙をね貼ってみたりとかそうするとやっぱねふにゃふにゃで飛んでって逆にゴミをしてしまったりとかあるいはこっちに貼ってみたりとかね裏蓋にシールをそれだとこう一回一回こうさ見ないといけないわけじゃないですか裏蓋にシールを貼るとねそうすると面倒くさいなーとでも今じゃこのままでなっているんですがで使いにくいなーとは感じてたんですよね実際にはあグラム表記がないから作ってくれましたこれ。 これ何かって言えばフリーリースリムジグヘッドケース専用設計のウェイトが分かるようにするためのアイテムでステッカーで自分の好みのウェイトを表示させることができますということで早速開けてみましょうい,しょいやめちゃめちゃこういうねちょっとしたものがすっごい欲しくてね これね、ちょっとしたことなんですけど、めちゃめちゃあるとないとでは違いますからね。これね、表記表。で、こういった感じで入っているわけなんですが、ちなみにこれね、水道具屋さんで、ね、700円ぐらいで、もう多分ね、使われている方は使われていると思うんですけど、まあこんな感じのカラフルなやつですね。はい。で、これは、 34さんのマークが入ってるのかなそうだね、入ってるんだね、これ。はい。細かい。細かいですね。はい。んで、えー、っと、これを、えー、こんな感じでね、あのウェイトシールはついているんですけど、これさ、多分この色と合わせて貼っていくのかなそうだね、0.3,0.9,1. 数、何とか1.25。1.25が、一番よく使う1つしかないのか、シール。 まあこんな感じでここに貼ってここに刺していくっていう感じなんですけどこれね TG もあるんですよねほら TG って書いたやつもなのでこれはねちょっとめちゃめちゃちょっとやってみましょうかじゃ一番ねまあまあまあ皆さんよく使うである 1g からやってみましょうこれ多分さ34さんのマークでこうだったよね確か違ったっけいやこうだよね上向いてるんだよね確かまあ関係ないのかも分かんないけど これ多分神経質にこれさ貼り方工夫しないとさこのままこう貼ってしまうとさこう見にくくなるから多分あの専用ケース持っている方はこう専用ケースにはめた状態で貼った方がいいと思うじゃないとうんダメだと思うあすごい 見てちょっともうこれ感激ここの穴あるじゃないですかここにすっぽり収まる気持ちいいこれスポットスポットおーなるほどねあだからはめた状態で一応やった方がいいのかなそうするとこうねなるからでまあ 1g だったらこういう風にシールを貼ってここは 1g ですよと よいしょずれちゃった。ちょっとずれたかなまあいいや。はい。<laughs> で、次が、すごいね。TG も行,く行っとくピンクの方も。こうすると、ちょっと浮いてくるあ、しっかりはまってないんだ。しっかり。あ、しっかりはまるとちゃんとはまるわ。浮いてたんだね。で、まあ、TG だと、 まあ、TG の一番よく使うやつだと、まあ、1.5ぐらいししときましょうか1 5ムこれをここに貼ると1.5より2ム貼った方がよかったかな2ム結構使うからねはいこんな感じですこうねあのー、まあ分けてこれこれがねあるのとないのとでは表記全然違うのででまあこんな感じですねそれが結構ねこうついているので まままあまあ多分分でできると思いすすよよ、ね、けてこれめっちゃ便利なんですよだからさゴ釣り場とかでも今までだったらこうやって「これ何グラムやったこれ」って言ってこうやってねジグタンをこう目細めながらこう見なきゃいけなかったのがもう一発で取れるっていうねこれほんと優れもあるのとないのとではあの全然違うと思うので本当にこれはね欲しかったの <laughs>。 で、これね、一応ね、34さんの商品だから、34のこの、あの、スリムジグヘッドケース専用ってなってるけど、多分ね、他の多分やつでもいけるんじゃないかな。僕がよく使っているこのちっちゃな箱、これでもね、おそらくいけると思います。スリットなんで、どうなんだろうな、こう。まあ、ちなみにね、後ろは、こんな感じになってます。ね、こんな感じ。 だから、こう、スリッと入ったやつに対してやったら何でもいけると思うんですけど、ほら、これでもいけるよね、ほら。別に、だから、あの、34のこのジグヘッドケースじゃなくても、他のケースでもいけますね。こんな感じで。うん、っても落ちないよね。落ちないね。うん、いけるいける。だから、 TG であったりとかえジグタンであったりとかをこういう風うにまあ分けていけれるとかそうできると思うのでこれめちゃめちゃ便利ですよ本当にあの700円ぐらいでこの快適さっていうのはすごく今までねいろいろあったんですけどあのこういったプラのちっちゃいやつとかシールとかねうんなんかしっくりこなくてやっぱほら専用のケースにはやっぱ専用のやつをちゃんと作ってもらった方がもうこの ジグタンのここのさヘッドを入れるこの穴とかにぴったりやもんなこれはいいわマジでマジでいいこれは本当にはい700円でまあこういったねすっごいいい商品が出たので皆さんもぜひ気になる方は買ってみるといいと思いますこういうねちょっとしたことがねわずか時間の短縮になって超過に大きくつながるのがアジングなのではいこれはすごくいい本当にもう 34の、えー、ウェイトタックフリーリースリムジグヘッドケース専用の、えー、紹介でした。はいめちゃめちゃ使いやすいので、ちょっとねあの気になる方は釣り道具屋さんで見るといいと思いますよ。めっちゃおすすめです。